さあ今日は、大晦日でございます。12月31日、実は先ほど佐賀に到着しまして、今年は年末年始は、紅白歌合戦をですね、ちょっと辞退しましたんで、大晦日は佐賀県で、過ごそうということで、年末年始、佐賀で過ごします。いろいろその年末年始の模様を YouTube で公開していこうかなと思いますけれども、三男坊の勝利くんです。で今日はね、今からね、勝利くんとちょっとお買い物に行こうかなと思っておりまして、年越しそばをね、ちょっと今日は家族で食べようかなと思っておりますんで、勝利くんと一緒に買い物に行くね。行く？うん。よし。ちなみに長男坊も、今日帰ってきてまして、今友達どっか行ってんのかな。長男坊と次男坊は今友達とどっかに行ってます。それでは勝利くんと2人で買い物に行きたいと思います。よし。花輪チャンネル。それではどこに買い物行きますか、勝利くん。ダイレックス。ダイレックス、もう超近所のスーパーなんですけどね、うん、ちょっと荷物が多いんで車で行きましょう。はい、ね、寒いね今日は。うん、寒い。さあ今家を出たばっかなんですけども、そのスーパーですが、着いちゃいました。早っ。はい、到着です。早いね。早いよ、それはもちろん。危ねえ、もちろん。そのスーパーに、はい、着きました。着いちゃいました。はい、スーパーです。着きました。はい、行きましょう。はい、はい、何買いたいの？ん？あ、やばい、ここにでも書いてあるんだ、買い物が。じゃ、なんか撮影が厳しいかな。うん、厳しいね。なんか厳しいの、撮影。そうだよ。じゃあここでいいか。花輪チャンネル。いや、すごい、それじゃもう真っ暗です。うどう、こんな来た時明るかったのに、そんな俺ダイレクトに行ったかな。ねえ、すぎるわ、真っ暗ってね。すごいよ、見てこれ、でも重い、勝利ほら、こんなすごいね。よし。危ないよ、車。すごい荷物、すごい荷物だ。よしよし、こんにちは。こんにちは。え、写真撮りますか。ちょっと待って。花輪チャンネル。どこに行くの、今から。今から、あの柔道部のキャプテンの、自分たちのキャプテンの元へ。キャプテンの、ああ、はい、なるほど。先輩。先輩です。ああ、元気を何やってんの、あいつ。あれ、 何やってんの。え、だから着替えてもうすぐ来るって言ってました。今仕事は。仕事は やってないですね。やって本当に。ちょ、行ってやれよ。はい、お前行ってやれよ。柔道やってんの。柔道は、柔道は毎日やってます。あ、やってる。はい、うん、そっか、了解。元気、何やってんの、お前。待ってるよ、友達待ってるから。え、これ YouTube。 YouTube？ 何 YouTube って言ってた。どこ行くの、飯食わないの、家で。うん、誰と、先輩と来るの。どこ行くの、今から。え、ゆうとく稲荷神社。え、ゆうとく稲荷神社。ゆうとく稲荷神社行くの。ゆうとく稲荷神社行くんだって。はい、行ってきます。 OK。 開かないのよ。開かない。じゃあ行ってきます。行ってきます。はい。え、これどうやって開けるんですか。
後ろだよ。あ、ここいつ帰ってくんのお前。わかんない。わかんないってお前ダメだよお前。行ってきます。ちゃんと帰ってきてよ、はい、悪いことしちゃダメだよ。はい、じゃあね。はい、行ってきます。はい、はい、さよなら。はい、はい、じゃあね。やばい、寒っ。暗くて何見えねえな。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも何か僕にやってほしい企画などありましたらぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。花輪でした。